いやどうもありがとう、いやどうもありがとうございます。本当にすいません、ありがとうございます。まあまあ、そういうことでございまして、まずもって、お客様方には、中心より、御礼を申し上げます。まあ、本当にね、そのプログラムの間に挟んである熱海の夜の世話人の、桃井さんという方に書いていただいたんですがね、まあ、それがもう全てでございます。本当に運のいい男だと思っております。まあ、身に余ることでございますな。まあ、でもね、まあ、そういう報奨をね、いただいたからといってそんな急に変わるわけじゃないんですよ。それこそ今までと全く変わらずにこれからも、生きていくことと思います。ただ褒章の、まあ、伝達式というのがまだ一月ぐらい後なんですね。ですからその間あと一月一ヶ月、まあ、私は血圧の薬とかあるいは尿酸値の薬とか飲んでおりますが、他の薬には気をつけたいと思いますが、それやってませんよ、そんなことは、やってませんがね、いろいろ大変でございますな、ニュース見てるとね。でも本当、嬉しいことで、ございます。ね、聞かれるとよく答えるんですが、本当に、選挙のおかげだと思いますな。で、運がいいとね、今言いましたが本当にそうで、この間もゴン太郎さんとつい2日前ぐらいにお話をしてたんですがね、俺もそう思うと、まずこの噺家になれたという、そっから運がいいんですよ。ね、だから例えば選挙のところでも私が入門を希望して師匠のところへ通ってる時にちょっと前に、そういう弟子がいたらですね、選挙のところにと私は入れなかったかもしれないと他へ行ってたかもしれないですね。で、他の師匠のとこだと私は今ないと思いますね。いません。例えばその男子師匠とかね、小三治師匠とかとにかく厳しい、そのお二人の師匠もね、30代でございましたが、私がその当時はね、ですから、厳しい師匠でございましたですね。ですから持たなかったかもしれない。宣教のところだから私は持ったんですよ。もう優しい本当にいい師匠でございましたから、全てにおいて、もう師匠おかみさんのおかげでございます。また今こうしていられるのも申し上げたようにお客様方の、おかげでございます。まあ、これからも、我々定年ございませんから、精進をいたす覚悟でございますんで、どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。まあ、以上でおしまいですもん。あとはもう言うことはございません。でもね、本当に、噺家っていうのが今人数多いですね。数えたことはないんですが、東京と大阪合わせて1000人近くいるという話でございますがね、多いですね。そんなにいなくてもいいと思いますよ、噺家は。ただ今大学を卒業してもね、割合就職率っていうのはいいようですな。ちょっと